こんにちは、井上です。今日はですね、ここの広島の大久野島ってとこに来ております。まあ今日3日目でなんですけども、まあこんな感じで野生のウサギが1000匹いるという島であります。まあ今日はですね、この大久野島の一周が3キロなんですけど、それをちょっと走りながらこの YouTube をお届けしようかと思います。<laughs> まあちょっとテーマ走りながら考えていきます。まあこんな感じで,です、ね ちょっとごめんね、今日、今、餌持ってなくて、あれなんですけども、餌はあげることはできるんですけど、じゃあ、ちょっと走っていきます。じゃあ、スタートしました。ここが泊まってるホテルですね。まあ、島に1つしかホテルはなくて、まあ、休カンラってとこなんですけど、まあ、今回来るの2回目なんですが、あのご飯美おいしいです。まあ、設備はまあちょいちょいですけども まご飯美味しくて、ちょっと Wi-Fi は遅いかなって感じはするんですが、はい、そこはテザリングで補ってという感じで、で、まあ、ビュッフェがあって、で、魚もあって、まあ、このあたり魚が美味しいので、魚も刺身が豊富ですね、ビュッフェは。でそこでご飯を食べつつ、他に店はないので、まあ、ここで3食食べてって感じにしてます。 ね、で、ここの、大久野島っていうのは、広島にあって、で、東京から来てるわけなんですが、あ東京から来ると、うん、<laughs> 飛行機で広島空港まで行ってで、広島空港から、お、かわいい。<laughs> この子はなんかかわいい。<laughs> 広島空港からバスで、あの、ごめんごめん、バスで竹原というところまで行きます。まあ、バスといっても、リムジンバスとかじゃなくて、乗り合いのなんかタクシーって感じなんですよね。ちょっと大きめのバンみたいな。で、1500円で来て、で現金のみなんですけど、それで来て、 で竹原っていう駅で、まあ、竹原ってとこも結構昔の街並みがあって、今回は娘と来たんで行かなかったんですけど、一人で来た時にはそこをちょっと見て回りました。<laughs> ですね、でそこから電車に乗って、竹、ただの海ただの海っていう駅に来て、 で、ちょこっとだけ歩いて、港から船に乗ると。で、フェリーと普通の小さい船があって、まあ、フェリーの方が快適ですね。フェリーに乗って、まあ、こんな感じで。で、ようやく来ると。まあ、乗る、乗り換えの待ち時間で考えても、うん 2時間ぐらいかかります。広島空港から。で、新幹線で来ても、どっかで降りて、まあ、広島まで行っちゃったら、広島からその港まで、やっぱり1時間からい1時間半ぐらいかかるんですよね。まあ、そんな感じではあります。<laughs> ね、で、うん、遠いは遠いんですけど、来る価値はあるかなと。 空港でレンタッカー借りて、その、ただの海ってとこまで行って、車を置いてっていうのもありですね。で、この島は車で、車を、で、通行できないんですよ。まあ、こんな感じで、うさぎがいっぱいいるんで <laughs>、ということもありますし、で、車をその、ただの海っていう駅に置いて、 あ港に置いてくるって感じです。で、無料駐車場がありますんで。ただ、その間、レンタカー代が、全く使わないってことになるんで、まあ、無駄っちゃえば無駄にはなりますけどね。こんな感じで朝日が見えております <laughs>。だから、今回は、まあ、娘と、そのルートで来ました。で、帰りは、さすがにそのルートしんどいんで <laughs>、三原っていう駅まで、フェリーで、 港まで渡って、三原っていう駅まで、電車で行って、で、レンタカー借りて、ちょっといろいろ回りながら、空港で、あの、乗り捨てで帰ろうかなと思っております。はい。まあ、そういうところなんですけども、今、春休みっていうこともあって、まあ、こんな感じで、テントもあるんですよね。テントもあって と言いますすかキャンプ場です、ねおいおいまあ今の時期寒いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、キャンプすることもできてで車をそのフェリーに乗せるっていうのはできてで島の入り口に置いてだから荷物なんかある場合はまあそうやってそ荷物を運んでって感じになりますよね。 ね、その、夏は海水浴場も海がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。だから娘と夏も来ようかと。<laughs> 今度はママも連れて来ようかと。ママも <laughs> 連れてっていうので、今、計画中と帰ってからプレゼンをする <laughs> 予定ではあります <laughs> ま。ままにですね。で、プールもあるんで、また違う楽しみ方ができるかなと。 前に来た時は秋だったんですよ。で、春は桜が咲くので、また桜とウサギっていうのを楽しめるかなと思います。で、今私は餌を持ってないんですけど、餌をあげるのは自由なんです。ただ、この島には売ってるとこがないです。売ってるとこがなくて。で、 島に来る前に買ってこなきゃいけないと <laughs>。で、なかなかですね、手ぶらで来ると、空港をと、その竹原って駅で、どっかスーパーに寄ったり、コンビニに寄ったりっていうのはできるんですけど、まあ、なかなか買えるところがない <laughs> のは現実ではあります。まあ家から持ってくるか、まあキャベツとか人参とかですね。で、今回は、あの、その港には、 うさぎフードっていうのは売ってるんですよ。ドッグフードみたいなやつ。どっか、この辺にもよく落ちてるんですけど。ね。そういうのを、の今食べてるかなこの子。食べてるから。こん飛ぶんかなうさぎフードみたいなやつ。ごめんね。今、餌持ってなくてね。<laughs> で、その、それは買ってきたんですけど、二袋買っては来たんですけど、一個200円っていうので。で、それを持ってくればいいんですけど、今回、現地の友人がこの島に来てくれたんで、<laughs> ちょっと、キャベツを、キャベツ持ってきて、買ってきてくれないかなって話で、買ってきてもらって、まあそれを、まあ娘があげてって感じにはしました。 で、キュウリもです、ね、持ってきて、えー、キュウリとか食べんのみたいな話だったんですけど、あ結構食べるウサギは食べますね。食べるウサギは食べて。で、まキュウリもやっぱりあ、キャベツも食べるとうと食べられい時もあって、なんかに見てると人参は安定してますね、やっぱ。で、それを皮むきで剥きながら揚げてる方もいらっしゃって、なんかそういう楽しみ方もできて、 まあ今回 <laughs>、ちょっと買って、買ってくるの買ってこなかったんで、うさぎフードあればいいかなみたいな感じだったんで、まあ次回来るときは、ちょっと、たんまり持ってこようかなと思っております。で、ここが駅、港ですね。ここに到着してっていう感じで、で、さっきのホテル、休暇村ってところの無料バスがありますんで、まあそれで、乗っていけると。 で、私たちが着いた時雨だったんで、本当助かりましたね。ここ歩くと、うでしょうね。今走って、走って8分ぐらいなんで、まあ15分ぐらいかかるかなで、こんな感じで車、車をですね、置いてらっしゃる方もいらっしゃいますよね。で、ここから出てっていう感じで入ります。で、帰りもまたバスに乗ってっていう流れで行こうかなと。で、まあ、これで進んで、 行きますけどもこの1000匹いるらしいんですけど、なんかこの辺りはあんまりいないんですよね。昨日もレンタル自転車で、自転車で一周っていうのもできます。ただ、これから行くような坂が結構多いんで、自転車はちょっと注意が必要ではあるんですけど、まあ、レンタルで、自転、 電動だと700円。2時間700円。普通のだと400円って感じですね。で、まあ、こういう施設があるわけなんですけど、これ発電所ですね。発電所で。こんな感じですね。で、まあ、この島っていうのは、まあ、いろいろ、あの、何があったかっていうと、毒ガスの製造工場だったらしいんですよね。この辺りが。 で、そこになんで、なんでウサギがいるんだっていうことがあるんですけど、だからこういう設備ですとか、砲台なんかっていうのも、この島にはあります。まあこれから。まあここからちょっと坂ですね。で、なんでここを選んだかっていうと、最初の最初ですね。2013年の10月に行ったんですけど、まああの、その前に8月に、 トライアスロンで広島に来ていて、で、ちょっとここから下ですね。で、この看板を見たんですよ。うさぎの島があるということで。で、その時は家族で、尾のに行く5日間滞在してたんで、まあ、その時も言ったんですよね、娘に。<laughs> 行ってみないと <laughs>。ただちょっと遠いっていうのもあって、家じや,やっぱりいいっていうのがあって、 で、あの、暑かったんですよね。8月で暑くて。で、<laughs> なんか、暑い中出かけるのはっていうのもあったみたいで、まあ、結局行かず。で、10月に私があの、広島に来る予定があったんで、その時に、えいや、と、一人で、うさぎの島に <laughs>、来た、というわけです、まあ。なんか面白そうなんでね。で、やっぱこういうのって、実際に見ないと、 喜びいたり、楽しさって、伝わらないですよね。まあ、それでもちょっとこのうさぎ島をおすすめしたくて、こうやって YouTube を撮ってるわけなんですけど、はい、やっぱり、こういうところから、うさぎがポコンと出てくる。このあたりも、うさぎはいます。で、縄張りみたいなのがある感じで、で、あの、一定のところに、だいたい、 いるわけなんですけどね。<laughs> ちょっと今はいないですね。で、こういう景色も見れるわけじゃないですか。で、今日は午後から雨っていうことなんで、まあ、ちょっとこの後また戻って、娘とギリギリルまで楽しんで帰ろうかと思っています。で、これが、今週は春休みっていうのもあるんですけど、河水木なんですよ。河水木で。 してます。土日は、やっぱり混むでしょうね。で、ここ、まあ、ホテルの数は限られてい,いるわけで、ね、まあ、別に宿泊以外の方、宿泊されない方の方が多いわけです。まあ、船でこんな感じで、船は15分ぐらいです。15分ぐらいで、ささっと来れるんで。だから、プールの時,時期とかも、結構混むんじゃないかなとか思っておりますけども、 まあでも、それでも、まあ東京とかですね、あの辺のプールとか海に比べたら全然 <laughs> ありじゃないかなと思っているところです。で、船の時間があるんで、泊まるとメリットがあって、だいぶ人が少なくなるんですよ。4時5時ぐらいから、16時17時ぐらいから。そこがチャンスですねで。夜のうさぎっていうのも見れるんで、うさぎ夜行性なんですよね。 夕方めちゃくちゃ元気ですね。だから朝は今ちょっと、まあ、<laughs> 寝てるんじゃないかな。このあたりも水のこれがあるんで、昨日なんか、自転車で、お昨日か、自転車で回った時には、この辺でもちょこちょこ出ては来てましたけど、朝より夕方がおすすめですかね。で、こうなっております。で、こういう、の ちょっと、行くのが大変なところってやっぱおすすめですよね。人が少ないんで、少なめなんで。で、あんまり知られてないじゃないですか。まあ私の YouTube で、<laughs> あ、来た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 。ごめんね。<laughs> 持ってきたかったね。<laughs> 我々もちょっと餌が、ね、だいぶ尽きてて、<laughs> まあ娘にちょっと <laughs>、3日間で <laughs> うまく使ってるっていう話だったんですけど <laughs>、まああとちょっとだけあるみたいなんですけどね。 ちょっっ期待させちゃててるかなって感じでで,のそうです、ね、<laughs> 何の話だったかうさぎで飛んでましたけどもあ,あそうそう,そう行くのが大変なところですよねで同じような感じで広島の尾道ってところも結構ですね空いててよかったなっていうのがあって で、あとは、沖ノ島、去年行った沖ノ島なんかも、結構行くの大変なんですよ。大変なんで、直行便ないし。まあそういうところ結構いいですよね。で、外国人の観光客の方も少ないです。ここは。ヨーロッパ系の方が多いんですけど、ヨーロッパ系、まあ、ヨーロッパ系、そうね。まあなんか、うさぎと、 ギターラビットとかと関係あるのかわかんないですけど、結構見かけますね。まあ中国の方は少ないな。ってことほぼほぼいらっしゃらないですね。一組、二組ぐらいです、ね。そんな感じで、ここもいましたね。一緒に、<laughs> おね。だからそういうところにフラット出かけてみると。で、ちょっとこの間の YouTube でも話したんですけど、3日で行くといいですよね。3日間。 一泊二日だと移動日が両方とも移動日じゃないですか。で、昨日なんかだと移動しないで、まあ、ゆっくり楽しめるってとこもありますし、で、なおかつ天気のリスクも軽減できますよね。減らせますよね。三日間雨だったらもうしょうがないですけど、まあ三日あったらどっか晴れるとこある、ある可能性っていうのは出てくるんで、まあ、もちろん雨でも 風情がああるっってううところはあったりしまますすけど島、まあ、島なんかそうですよ、ね、島なんんかかそでよね雨でも、うん、雨でもって言いますか、まあ、ね、年中降ってますからね。そこはあ。そういうのはありますけど。まあ今回で言うと、まあ1日目の前半が雨で、3日目の今日の午後から、まあこの、こんだけ晴れてて雨降るのかなって感じですけど、まあそれが雨って感じですよね。 で、3日、どうやって時間を取るかってとこでありますよね。で、これ、独立してる方だったら、ちょっとふらっと来ていただくといいかなと。うん。まずは偵察にですね、<laughs> 家族でっていうことを考えてたら、なかなか、ね、タイミング合わない可能性ってありますんで、平日3日間来ていただくと。で、 ちょっとゆ、ゆっくりと仕事をしつつ楽しんでいただくというのがいいんじゃないかなと思っております。で、ワーケーションって、もうもはや消えかけている言葉ですけど、で、私はあの、この流行り言葉って好きじゃないんで、使わないんですよね。ワーケーションとか DX とか。なんか、軽々しくその時だけ、まあテレワークリモートなんかもそうですけど、まあテレワークは流行り言葉じゃないかもですけど、 まあ結局やらないじゃないですか。多くの方は。なんかそういうの嫌なんで、使わず、まあ、うまく活用させていただいてはいますけど、タイトルにつけたりとか。ね。その、別に珍しいことじゃないですからね。どこでも仕事するっていうのは。まあ一般的には珍しいかもしれませんけど、私にとっては珍しいことではないんで。で、今、 もう私が十数年前、2011年なんかだと、12年、まあ、2012年にホノルルトライアスロンに10日間行って、まあ、その時にもそこで普通に仕事ができるようにしてたわけなんですけど、当時ドロップボックスもあって、ま、エバーノートなんかもあって、クラウドの環境、もちろん g メールがあってっていうのはあったわけですよね。 黒、黒うさぎですね。ね。で、まあそういう環境があったんで、今はもうもちろん整ってるわけで、で、ネットの環境も Wi-Fi のルーター借りるなり、まあ国内だったら、まあほぼほぼ大丈夫で、で、ただここのホテルみたいに Wi-Fi がちょっと遅いなっていうところはあるんで、そこではテザリングを使って、 今は、ドコモと au の SIM をデュアルで使ってます。eSIM というので。で、今回もドコモ、au、まあ、正確に言うとドコモはアハモ。で、au はポボっていうのを使ってるんですけど、それは、まあ、本物のって言ったらあれですけど、本体のドコモ、au と違って、まあ、ちょっといろいろできないことがある代わり、 まあ通話し放題とかなくて、まあ私いらないんで、そういうの。で、そういうのがあって、通常だと7000円ぐらいなのが、まあ3000円で、たえば20ギガ使えるですとか、アハモの方は。で、ポポの方は、もう必要な時だけトッピングといって契約できるっていうのがあるんですよ。だから今回も、昨日の午後から330円で使い放題っていうのにしてます。 で、私はこの YouTube なんかを YouTube 上に、ネット上にアップするっていうの、動画をアップするとやっぱり容量使えますんで、で、こうやって山を降りてきました。使えますんで、そほぼ契約して使い放題にしてはいます。お、飛んでたね, <laughs> ね。そういうふうにしてます。なんかそういうふうにやり方っていうのがあるんで、もちろん国内で Wi-Fi ルーター借りるっていうのもできるんですよね。で その条件によるんですけど、30日で5000円とかっていうのがあります。まあ、変に1日2日借りると割高にはなるんで。で、そういうので。まあ、私はこういう時には借りないですけどね。Wi-Fi ルーターは。借りないですけど。自分が入院してた時とか、交通事故で入院した時とか、で、母が入院した時には、まあ、やっぱりネット環境って大事なんで。 この Wi-Fi ルーターを借りて、で、母の病院にその直送して、で、使ってもらうみたいな。<laughs> かなかなかつなげるのが大変で <laughs> あの。この間、まあ、この間と言いますか、去年入院したときは、まあ私が行ったときに、で、面会中、禁止だったんですけど、まあちょっと、その、セッティングだけに行ったっていうこともありました。まあでも、まあ普通、通常、 Wi-Fi につなげられれば、Wi-Fi ルーターにもつなげられますんで、ID とパスワードが分かればつながるわけなんで、ま、ねはあ、その借りてみ、一度借りてみるっていうのもいいかなと思いますけど、だからネットとあとデータがあればなんとかなりますんで、ね、ちょっとその、フラット旅に出てみていただくのもいいかなと思っております。 で、こういうところだからこそアイデアが浮かぶっていうのもありますし、こういうところだからこそはかどるっていうこともありますんで、こういう YouTube なんかもここに来ないで撮れないわけで、まあ YouTube 撮らなくていいかもですけども、ね、やっぱり、今やっぱりね、生成 AI とか VR とかあったり、この映像を見れたり、まあなんかカメラが設置してあってライブで見れるとかありますけど、 実際に体験するっていうのが最強ですよね。それが自分の血肉になりますんで。で、本なんかも山ほど出てるし、ネットも無料で情報が取れるし。でも、なんで差がつくのかっていうと、まあ、体験ですよね。実際にやるかやらないかってことで、世の中の9割の方はやらないわけなんで、チャンスですよね。 しめしめるって思っていただければいいかなと思いますし。ここはいっぱいいますね。この穴をくぐるのが可愛いんですよね。そこの、で、行動こそすべてと。あとは行動するだけです。もうも、恥ずかしいから言っちゃダメですよね。<laughs> <laughs> そう思う前に行動してればいいかなと思うんで、本を読んで行動する。セミナーを聞いて行動する。ね。だから、ちょっと <laughs>、あんまりね、大きな声じゃ言えないですけど、ずっと勉強してる方いらっしゃいますよね。まだやっとんのかいなとか <laughs>、思ったりするんですけど、ずっと勉強してると、まあ、学校の勉強がそうですよね。 ずっと勉強ですよね。まあもちろんその試験なりっていうの、その終わりっていうのはあるわけなんですけど、まあ普段はずっと勉強じゃないですか。じゃあ実際に習ったことを試してみようという教え方は今もしてないし、うん、まあ宿題なんかで多少あるにしても、まあそれが大人になると大人の勉強って、それをやらないと意味ないわけじゃないですか。 これをやりましょうと言ったらやらないと。じゃあブログを習ったらブログをやらなきゃいけないし、本の書き方を習ったらなんか書かなきゃいけないし、話し方を習ったら実際話してみるとか、営業手法を習ったらそれをやってみるとか、税金のことを習ったらそれを自分でそれをやってみるとかですね。税金の話で言うと、まあ節税なんかも 実際に行動するかどうかではありますよね。まあでもそれは税理士がちゃちゃっとやってくれるっていうパターンもあるかもしれませんけど、何かしら行動を起こさないと、税金が、まあ、何かを買うとかですね。何か、あの、記録を残しておくとか、そういうことをしないと、節税にはならないんで、まあやっぱり、知識だけじゃっていうのはあるわけです。だから、不思議に思わないといけないですよね。 本がこれだけ出ていてと、とエクセルなんかもそうですけど、まあ、出ていても読んで、あ,あ、これ便利だなと、今度機会があったら使おうみたいな、そんな感じで考えてると、やっぱり身につかないわけで,ですよね。で、まあ機会があったらっていうのは私は、まあ今は使いましたけど、自分の中では封じてる言葉なんで、で機会ないですからね、自分で率先してやらないと。で、その、 行動する、使うってことを考えたときに、逆から考えると、使うものだけ勉強してればいいと思うんですよ。使うものだけ仕入れてればいいと。で、もちろん使うかどうかわからないっていうのもありですけど、まあその勉強して、インプットしてアウトプットしてるうちに、自分が使えるものっていうのがわかってくると。たいその精度が上がってくるわけですよね。で、 じゃあ、それで絞って勉強して、大事なことを逃したらどうするかっていうのはあるんですけど、いや、別にもうこんだけ情報あるんで、取捨選択しないといけないし、全部を知るっていうのは無理なんで、もう絞って当たり前っていう、もう時代ですよね。まあ今だけじゃなくて、ここ十数年ですよね。だから、そこを、 まあこれは自分に使えそうだなっていうものを集中してインプットする。セミナーをする。まあ、ここはいらないなと。で、独立してる方で気をつけたいのは、世の多くは独立してないわけですよ。だから、世の情報のほとんどは独立してなく、まあ、その、インプットしてもすぐに行動できない方向けに作られてる。 っていうのはあります。だから、だからなんか薄い情報が多いんですよね。どっちみち行動につなげるっていうのはできないんで、それよりもなんか役に立ちそうだなとか、面白そうだなみたいな、まあ緩くて軽い情報の方が世の中に受けるわけですよ。誰でも簡単にできるとか、君ならできるみたいな、節税の100の技とか、も、ま、う、あ、100もないですって。 で、その、使えない節税を学んでもしょうがないですからね。で例えば、あの、使わなくなった機械、機械を処分しましょうとかあるんですけど、機械使ってないじゃないですか。<laughs> なんかそういうのって結構多いんですよ。未だにやっぱり製造業、日本で、まあ、従事してる方が多いっていうそういう製造業メインの節税が、節税の本が多かったりもしたりするんで、お金の考え方とか。 ま、在庫をチェックしましょうって、在庫持ってないじゃないですか。多くの方、一人でやってらっしゃる方は。ね。だから、そういう一般的な情報に、惑わされないと。まあ、誰が結婚したとかですね。なんか、詐欺をしたとか。関係ないですよね。そんなことあるんだったら、まあ、うさぎ見に来ましょうよと。 というところです。はい。ま、この YouTube を見てですね、そういう非日常なり体験をすると。まあ、これで一周ですね。まあ、喋りながらで30分ぐらいな感じなんですけど、そろそろ娘も起きてるかもしれないんで。<laughs> ま、ぜひですね、この YouTube を見て、うさぎ島に行くのもよし、もうここに行ってみようというのもよし。まあ、3日間、休みを取ってじゃないですよ。3日間どこかに行くってだけです。 で、仕事は普通通りやると、いうことであります。まあ、これがうさぎフードですね。美味しい味しいね。あとでちょっとキャベツもうちょっとあるから、キャベツあるから持ってくるね。まあ、こんな感じであります。みんな早起きではありますね。まあ、そんなところで今日は、うさぎ島の紹介とインプットアウトプットについて、ちょっと話してみました。ぜひですね、この YouTube で、 ご紹介してるところも、まあきあの、気になるところだけでいいと思うんですよ。まあ、良くないのは、ご自身が使おうと思ってて、いいなと思ってることを実践しないということなんで、まあ、こんなことやるかよと、3日も開けられるか、うちを開けられるかと、仕事に穴を開けられるかと、まあ、そう、<laughs> そう思うんでしたら、もう実行しなくていいんですけど、あ、いいなと、3日間どっか行って、仕事しながら、こうやって海見ながらですね。 過ごしてみようかなと思う方は、やってみていただければなと。まあ思いつきですけど、ここで <laughs>、なんかね、合宿って言うとうさんくさいですけど <laughs>、うさんくさいとこはよくやってるんで、合宿にしない方がいいですね。体験会みたいな。でもワーケーション体験会で言うとまたうさんくさいですよね。だから、普通に <laughs>、広島セミナーみたいな感じで、広島ワークショップみたいな感じで、 ここでやっても、3日間やってもいいかなと思っております。思いつきですけどね。まあ、それで一回体験していただいてっていうのもありかと思いますんで。じゃあちょっとカメラ切り替えて。まあじゃあそんなところでですね。ま <laughs> あ今日はこれで。まあ、ここですね。今普通のところ3キロ行きましたけど、あの、あっちの。 山の方行くとまた面白いコースがあったりして、頂上なんかからの景色もいいので、まあ、そういう楽しみ方もできます。こっちの方には灯台があったりとか、なんかそういうのもありますんで、まあ、ぜひ、インプットして、インプットしたことでいいと思ったことは、あアウトプット、行動してみていただければなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。